北海道の防災教育ルーム防災。こんにちは。こんにちは。こちらで検温を行っております。はい。まずは手を消毒してからマスクの着用のご協力をお願いいたします。はい、わかりました。終わりましたらこちらまで来てください。はい。検温を行いますので、はい、額を出してください。はい。お願いします。38度ですね、はい、では中に受付がございますのでそちらで詳細をご確認ください、はい、どうぞお進みください。それでは検温を行いますので額を出してください。はい、お願いします。36度5分ですね、はい、どこか具合が悪いんでしょうか。咳が出るのでこちらに引くようになりました。ありがとうございます。では中に受付がございますので詳細はそちらで確認してください。はい、ありがとうございます。ではお進みください。まずこの出入口からですね、有症状者の方とあと濃厚接触の方が入ってきますので、このドアノブをはじめとするこの動線の部分というのが、まずウイルスの滞在の可能性があります。ですからまずこの共用部分に関しましてはできるだけこまめに消毒をするということが重要なのと、開放してしまいますと外から強風の場合ですね、入りすぎるということもあるので開け方についても留意が必要だと思います。あと、このような大きなこのような表示が入っておりますけれども、きちんとその、症状がない方と症状がある方をこう表示によって分かるようにしておくということ、今でいくと実は漢字だけなんですね。子どもたちがもしかしたら入ってきてしまう可能性もあるのでルビを振っといてもいいのかなというふうに思います。でさらにこの中に入ってきたときに、入ってから、アルコールまでのですね、距離というのが、これだけの距離がちょっとありまして、この間消毒はできませんので、できればこのアルコールをもう少し入り口の近くの方に置いた方がいいというのは一つ。で、このアルコールの消毒薬も問題はやはり上の部分というのは共用部分になりますので、前の方が触ったものをそのまま使うということになるので、できるだけしっかりと1回分、もう、押してですね、自分の手をもう一回洗うというふうにしない、消毒をするというふうにしないと手指衛生を保つことができないと思います。でさらにこのあとマスクを受け取る場面があるわけなんですけども、今のこのような大きな包みに入ったマスクから取り出すことになるので、これを有症状者の方が1枚ずつ取り上げるということですと、1枚だけ取れればいいですけども、やはり次のマスクを触れてしまう可能性もあり、そこも感染リスクになりますから、可能な限り個包装もしくは、1人1枚ずつ取り出せるような、仕組みが出来上がっているようにして、これが外の空気とは一緒に触れないようにする、ますます外からの風がこの中に触れないようにするということも重要な視点になるというふうに思います。